ドッグホームチャンネル。はい、こんにちは。ドッグホームチャンネルへようこそ。今日の動画は犬の一掃防止についての私がひたすら喋るという動画になります。で、犬はあまり出てこないんですけれども、これからの時期、ゴールデンウィークとか夏休みとか犬連れのお出かけの際に参考にしていただけたらと思います。どうぞ最後まで飽きないように手短にやりますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。で、この動画を見る前に、ちょっとでもいいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、犬の脱走防止っていう、脱走一掃、要は脱走なんですけれども、お散歩の時、出かけた先、お家からトコトコトコと逃げていってしまいました、うんうん、この大きな点で3つあるんですね。最近よく聞くもんね。そう、逃げるとか、そう逃げちゃったんですけど探してくださいみたいな。そうなの。あとは会っちゃいけないんだけど、こういうところで預かってたから、預かってた時にプロが逃がしちゃうっていう一番やばいケース。たまにあるんだけどね。いけないね。そう、本当にいけないことなんです。で、まずじゃあ散歩行く時なんですけど、散歩とかお出かけ、要は外に出る時なんですけれども、まずお出かけする時、はい、リードです。リードのチェックをしましょう。はい、はい、みんななんか市販のやつを使ってたりするもんね。そう、市販のやつだから、まあ、こっちは市販のやつなんだけど、こう引っ張ってどっかほつれてないかな。あ、ちょっとレイが散歩行けるんだと思う。そう、散歩行けると思ってヒーヒー言ってる。引っ張って壊れてないか、こういうところで、うんうん、ジョイントの部分とか。ああ、そうだね、うん、でここがパンっていっちゃったらもう壊れてるので使えない、うん、劣化する、切れてないか。劣化するもんだからね。そう劣化するもんなんで、そういうのの確認です。押してください。で、あと、迷子レスですね。迷子レス、そう、迷子レスっていうのは、まあ、いろんな形のものがあるんだけど、うちはこういうの使ってます。逃げちゃった時に住所を書いてあった。あ、住所は書けないんだけどね。で、これの裏はちょっと個人情報なんですけど、そう、私の名前と私の携帯番号が入ってます。なるほどね、はい、連絡取れるように。そうなんです。で、こういうのをつけておく、うんうん、はい。で、お散歩行く時にやっぱり保護犬をもらって脱走防止のために首輪と首輪を2つつけてくださいとか、愛護団体から言われることってあるんです、うんうん、なのでその時に胴輪と首輪、うんうん、で、例えば、まあ、胴輪もいろいろタイプがあるんだけど、これは一番抜けにくい胴輪です。すごい動かない人形ですね。そう、これは検体モデルさんです。検体モデル。そう、これをカットの練習で使うやつなんだけどね。で、これと首輪をつけて、うん、で、それぞれに、ああ、そういうことね。そうそうそう、リードってことね。リードをつけて、で、こう首とね。あ、2つあるといいと。そうそう。で、さらに、うん、これでも不安だったら、うんうん、今度ここ首輪のこれと、うんうん、胴輪のこれにこれをつなぐリード、短いリードをつけておくの。おお。そうするとどっちかが壊れてもどっちかで必ずつながってる。ああ、なるほどね。そうそうそう。逃がさないためにはどうするみたいな。そう、そういうのもあります。万全にっていう感じ。はい。で、胴輪もこれ抜けにくいタイプなんだけど、うんうん、犬がほら行かないってこうやって突っ張ったら、うん、これ抜けます。あ、抜けない童話じゃなくて抜けにくい童話です、うんうん、なるほどね。はい、なんです。そうだよね、首と足が抜けちゃえば、そうそうそう、こうやって突っ張るからあっという間に頭スポーンと取れちゃうから、うんうん、で、あとこの首輪なんだけれども、首輪みんな結構ね、ゆるゆるのを使う人が多いんです。こうやってゆるゆるの、はい、うんうん、だけど本来の首輪っていうのは指1本分の余裕、あ、首周り、そう、こうプラス指1本ってことね。つけて、はい、キューッと締めて指一本分、あ、そこに指一本ね、隙間があると、そう、これだけの余裕じゃないと逃げちゃう、うんうん、犬が抜けちゃう、ね、そう、これぐらいだと、これ検体モデルさんだから逃げらんないけど、うん、これで、ね、首くって曲がったらもうこれで逃げちゃうんで、うんうんうん、はい、お散歩の時はこういう万全なことをやると犬が逃げません。最近怖いよね。そう、本当にね、車がさ、うん、すごいからさ。そうなんですよ、犬が飛び出ようが何しようがさ、車走ってっからさ、うん、結構そういうことが多いからね、うん、犬守るのは飼い主だから。確かにそうですね、はい。で、今よくあるのが、うん、マイクロチップをつけるっていうのが、今年の、あ、違う、去年の、うんうん、ごめん、記憶がちょっと定かじゃない、6月なんか話題になったね。そうそうそう、あのレイがギリギリ何つけないような時期に買ってきたからあれなんだけど、はい、今マイクロチップは義務なのね。で、登録をして飼い主さんの情報とか
が入ってるのよ、うんうんうん、で、そもそもじゃあ今飼ってる犬たちはどうなのって言われたら、それはできたらつけてねっていう感じ、努力義務っていう形、うん、マイクロチップを体に埋め込む。そう、マイクロチップを結構ね、針太くて、で1ミリぐらいの缶だったかな、生体ガラスのカプセルみたいなやつをちょっとね、この辺りに埋め込むの、はい、うん、で、あの機械、うちは機械持ってないけど、リーダーっていう機械でピッて読むと、うんうん、バーコードの数字が出て、でその数字をパソコンとかで打ち込むと、そのマイクロチップに登録されている情報がバッと出るのね。なるほど、はい、うん、で元々はそれを使って、うん、ペットショップと、うんうん、こういうトリミングサロンと、うんうん、獣医さんとで電子カルテっていう構想もあったの。あ、はい、うんうん、なんだけどそれ効かないからもうないんじゃないかな。あの免許についてるようなやつみたいな。 IC チップではない。あ、そういう、そこまでいかねえんだ。 そこまではいかない。そうで、マイクロチップも、うん、あの、ま、犬を飼ってきました、はい、飼い主さんがそれをなんか書いて、うん、登録をしなければ意味がないのよ、うんうんうん、なのでそれはきちんと登録してほしいんだけど、うん、登録をしたところで逃げちゃいました、うちの子マイクロチップ入ってますってよく聞くんだけど、うん、一般家庭にマイクロチップのリーダーなんかないじゃない。ないよね、うん、あるのは、うん、まあ、獣医さんとかと保健所にもあるのかな今、うん、で、あの勘違いしてる方がものすごく多いんだけど、うん、マイクロチップは個体識別であって GPS ではないよっていう。あ、そうだよね。そう、 そうだよね。そう、え、そしたらさ、うん、変な話、 iPhone は、まあ、まあ、iPhone でも Android でもいいんだけど、うん、忘れ物タグみたいなやつを、あ、エアタグみたいな iPhone とか、うん、あと GPS 絡んでる、うん、やつをつけておいた方がいいじゃないですか。そうなんですけど、うん、GPS は電池で、うん、何、消耗、電波を常に走ってるから消耗しちゃうので、はいはいはい、うん、電池を常に入れ替えなきゃいけない。だから生体に埋め込むことはできないよ。そうだね。そう、首輪だね。そう、首輪につけとくんだけど、うん、意外にね、猟犬とかあのビーコンでつけてるんだけど、うん、結構でかくてこうアンテナがバーンって出るんだよ。そうですね。あのチワワとか2キロぐらいの犬には決して向かない。そうだね。そう、スキーの時に遭難しないようにビーコンつけるもん、ね、そうそうそう。で、あ、そう、あとは有料でそういう GPS をやってくれる会社とかもあるらしいんだけど、うん、ちょっと現実的ではないのと、確かにね。そうで、エアタグももうほんとこのぐらいのちっちゃくていいんだけど、 あのね、音がものすごいんだって。へー、だからもうびっくりしちゃう、うん、びっくりして多分そこから逃げんじゃないかなと思って、ね、パニックで。確かにね。うん、GPS 見つけた、見たらだんだんどんどん離れていく。そうそう、でびっくりして飛び出して引かれちゃいましたな、とか。一番パニックにさせちゃうのが怖いね。そうそうそう、よくないのね、うん、だからまあマイクロチップと GPS は別物っていうことを知っていただいていただきたい。確かにそうなんだ。そう、意外にそう、あのマイクロチップ入ってるから大丈夫ですって、いや、そうじゃないって思うんだよね、うん、それもあれか、読めるとこ、マイクロチップが読めるとこに持ってかないとそれが見れないってこと。そうなんです。どこにもないよ。ない。そうだから保護した人が、うん、まあ、犬とか飼ってて自分のかかりつけの医者行って、うん、医者に、あ、マイクロチップあるかどうかちょっと見てもらっていいですかって言って初めて分かるみたいな、そんな感じなんです。なるほどね。そうっていうか法律作ったはいいが、うん、成り立たないじゃないですか、うん、そうなんです。一応ね、あの、うん、阪神淡路の時に、あ、はい、そう、うん、たくさんの迷子の犬、迷子の猫がいて、飼い主しかみんなわからないってなって、そうだね、そう、それが大元なのね。あ、じゃあいっぱいこう捕まえてからちゃんとチェックできて、それで飼い主さんが見つかるっていう、そういう流れね。そうなんです。じゃあ逃げちゃったらすぐのすぐ捕まえられないと、そう、どこに行っちゃったかわかんないっていうのが。そうなので、まあ、もし万が一こう野良犬じゃないや飼い犬捕まえて首輪がある、うん、であからさまに人慣れしててこれは飼ってた形跡があるって言ったら、まず保健所と警察に連絡。はいはい、うん、それあとはそれしかないかな。うん、うん、そうなんですよ。そうだからマイクロチップもよしあし、はい、うん、そういうことなんだよね。あ、動いた。そして寝る。
なるほどね。そうなんですよ。要は逃がさないことがまず第一だね、うん、で逃がさないことで、うん、例えば玄関とかちょっと柵をつけておく、うんうん、一層防止の、うん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 、でそれだけあるだけで、あの犬こうやって飛んで跳ねて逃げるわけじゃないから、うん、走ってこうまっすぐ逃げるから、うん、まあ人がまたげるちょっと簡単な柵でもいいからそれをつけておく、うんうんうん、まずそれと、あと犬に待てと恋を教えておく。待てと恋、はい、そう、うん、でよく待てでき、うちの子ご飯の前待てできますって言うんだけど、うん、ご飯の前は大概みんな待てできます。はい、はい、そうですね。ご飯が欲しいからその先にご飯がいますもんね。そうそうそう。なのでどんな時でも後ろからでも待てって言ったら待つ、はい、でどんなにおもちゃを追いかけてでも、うんうん、あの来いって言ったら来る、うんうんうん、それさえあれば犬を逃がすことから防ぐことはできるのね。なるほど。本当来いって言ったら秋反応したのよ。はいそうなの。れいちゃん来い来い来い、こんなもうここだけと、あ、逃げようと思ってないもんね。そう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 、うん、であとその待てと来いと玄関先の一層防止と、うん、扉を開けたら勝手に出てはいけないということを教えておく。あ、犬に教えておくの。そうそうそう、それだけでもうだいぶ事故は防げる。そうだね、うん、そうなんですよ。うちの子たちも大丈夫なんですか。うちの子たちできますよ。扉を開けても勝手に出てきませんよ。ああ、なるほど。はい。すごいな。そう、ただやっぱりほら先、その先で面白いことがあるとか、うんうん、しゃがんで目の高さ合わせて呼んじゃったりとかしたら出てしまうことはある、ね、基本的に扉ガッて開けたぐらいじゃうちの犬は出ない、うんうん、私が外に出てっても出ない、うんうん、なんか意図的にこう餌をそうそうそう、おやつとかで釣ったりとかしなければ勝手に出てかないから。どうだろう、いつも気にして追っかける猫がいたらどうなるかとかね。そうそうそう、そういうのがいたらもう完全に出てちゃうけどね、うん、なんかそういう変な、いつもと違う要因があったらそういうことありえるもんね。そう、だからそれだけ教えておくだけでも脱走防止にはなるから、うん、なるほどね。はい、このなんだろうね、この危機感というかこの子犬ですよね、うん、やる気のないいいね、いいでしょう、かわいいでしょう。ママがいると安心して逃げないねそうなるほどね。はい、はい、ではそれぐらいかな、うん、最低限それだけやっとけば、うん、あのキャンプ行きました、あ楽しかったね、よかったねって帰ってくるのか、キャンプ行きました、うっそうちの犬いないんですけどどういうことみたいになっちゃうのか、ね、大変だよね。そうそうそう、育っちゃうとね、出先だったら本当に大変だと思うんで、うん、であとこんなこともあるよって、あ、そういえばこういうこともどうですかっていうのがあったらコメントにちょっといただけると助かります、うんうん、そうですね、みんな気になってることとかあるだろうからね、はい、うん、本当そうなんだよね。はい、はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画はこれでおしまい。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ、お疲れ様です。やる気のないお部屋、飼い主さんが中にいて、そして犬たちが犬たちが抱っこだろさあ、表に出てきました。犬たちは止まる眺めてる。出ないんだね。うん、そうそう、出ないように教えてあるから。あそこの線が境界線ですね。そう、あの段差分かりやすいんだ、犬も段差があると、うんうん、ここから出ちゃいけませんよっていうことを教えてあるから、うんうん、あ、扉開きっぱなさにも出ないね。そうなんですくんくん泣くけど、もしかしたらレイちゃんちょっとまだね、あんまりよく覚えてないから出ちゃうかもしれないけど。本当に、うん、出ないんだね。出てこないんだね。秋もそこで止まるんだね。そう、秋もね、ちゃんと待ってる。でもそうやって教えとけばここで待ってるもんね。そうそうそう。チャンネル登録よろしくね。